はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、最高指導者カイロレンのスキルレベル4ですね、使っていきたいと思います。まあ、こちらサブアカで、まあ、セレクトボックスでね、まさかの6体引きということで、まあ、スキル3から4まで上がったんですけれども、スキル4でね、どれぐらいの性能を持っているのかというところをね、ちょっと見ていきたいなと思っております。で、まあ、これね、もう普通に3プレイ連続でやっただけの、まあ、プレイなんですけども、やっぱね、カイロレンね、強いっすね。普通に強い。あの、大積むなしでもね、最大34、35、今35だね、35消せます。毎回これ削ったら本当に強いんですけども、まあさすがに、みたいなところはね、ありますけれども、いや、マジで強いんですよ。で、まあ、毎回ね、消せるわけじゃなくて、まあ、大体31から34ぐらいの、まあ、消去範囲かなという感じです。まあ、積むのね、詰まり具合とか、まあ、そういうところがね、かなり影響してくるんじゃないかなと思います。で、まあ、コイン稼ぎとしてはね、本当に強くて、普通に4000枚軽く超えます、平均で。はい。で、まあ、これ3プレイ連続やったプレイだと、最初4600枚ぐらいかな。その後3900とかで、その後4100とか4200ぐらいで、まあ大体ね、もう平均は4000枚ぐらいいけるかなという感じです。で、スキル発動数はね、14と、まあなかなかか、まあ消去系の中では軽い方かなと。消去系の、まあ基準ってやっぱり軽い、スキル発動軽いのと、まあ消去範囲なんですけれども、まあそのね、まあ、基準となる、まあ、14かどうかというところをまずクリアしていて、で、なおかつ消費数が多いというところで、いやかなり、おすすめですね。特に初心者の方はおすすめな積みとなっております。まあ、この積むね、まあ、イラストもかっこいいですしね、積む自体もね、かなり見やすい積みになってますので、その辺もね、かなりおすすめかなと思います。はい。いいっすね。強いっすね。多分ね、超上振れたら本当に5000枚は超えて、なんなら6000枚頑張ればいけんじゃないかなと、いうぐらいの本当にポテンシャルを持っていて、まあ強いっすね。皆さんは、まあ、元旦のね、まあ、スターウォーズ、まあ、ジェダイ、アナキン狙いで、まあ、めっちゃ引いたと思うんですけども、まあ、カイロレンもね、まあ、言うて多分、引いてると思うんですよ。当たり枠として。はい。まあ、なんで、まあ、ジェダイ飽きたら、アナキン飽きたら、まあ、たまに使うと、いうところはね、まあ、結構あるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、使ってほしいなと思います。スキルマンになるとね、もう軽く6000枚平均超えますし、消去数なんかは38とかいくかな。はい。という、まあ、かなり強い積むになりますのでね、よろしくお願いいたします。さあ次2プレイ目で、最高指導者カイロレンは、まあ去年じゃないな、もう一昨年の12月、2019年の12月にね、登場したツムで、まあジェダイトレーニングレイとね一緒に、まあ、出たツムなんですけども、まあその時のツムね、2つとも強かったっすよね。12月で、12月はさ、アドアナ・アドエルも来て、で、藤原 CEO も来てね、12月めちゃくちゃ熱くて、からの2020の、まあ、去年の時代力初復活ということで、三冠戦もが、まあ、開催されましたけども、まあ、流れが本当に良かったっすよね。っていうか、まあ、運営側も、まあ、12月に、こういう強いズムを、出してですね、コインを使わせて、この三が日セレボに、コインをまたさらに、まあ、使わせるということで、まあ、課金をね、まあ、促してる感はかなり強かったかなと思いますけど、はい、ですね。で、ジェダイトレーニングレイはね、先月12月にですね、もうセレボで復活している、ツムなので、まあ、今回三が日に、来なかったですけど、まあ、三が日
まあ、スターウォーズは来るだろうとは思ってたんですけども、まあ、マスタールーク入ってなかったのがちょっと意外でしたね。マスタールーク来てほしかったですね。そしたら当たり枠がもう一個増えたんで、爆死してもまだ保険がちょっとあったので、まあ、そこでしたね。メイスウィンドウとパドメ、アミダラはちょっと弱いんで、マスタールーク欲しかったかなと。まあ、ルーブかぶりで、あれなんかな、出しづらいんかな。なぜルーブだけ2つ来てるんですかと。そしたらダースベイダーも出してください。ダースベイダーは12月出たからですけど。はい。という感じで、まあ2プレイ目はね、こんな感じで3900ぐらいだった気がしますけど、あと1回ね、スキルゲージは溜まったんですけど、ね、スキル発動できなくて、やってしまったなと。いう感じだった記憶がございます。溜まってねえや。ここの大積むところをねちょっと消したかったなってところですね。それ消してれば、それ消しても微妙だな。でもボム作れるから意外といけるかもしれないですね。はい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 。で最高指導者カイロレンはまあ、1000万出せない方スコアね、方は、まあ、カイロレンなんかはね、結構簡単に出ると思います。自分、まあ、今回、まあ、このサブアカは、レベル解放しないんで、サブツムが、まあ、すべてレベル5ということで、まあ、弱いんですよね。まあ、なので、これだけスコアが伸びないんですけれども、まあ、皆さんはレベル解放とかしてると思いますので、まあ、基本的には、まあ、1000万なんかはもう、スキル4あれば、結構簡単にいけると思いますので、まあ、それでね、まあ、ランキングの1万6000コイン、スコアのコインか、は、まあ、ゲットできるかなと思います。はい。3プレイ目は4100枚ぐらいでしたけども、まあ、基本的に、まあ、最高指導者カイロレンの使い方としては、最後に使い方の話をしてしまった。まあ、フィーバーが切れそうな時はスキルは温存して、まあ、フィーバー切れた瞬間に発動するのが一番いいです。そうするとすぐフィーバー入ってタイムが伸びてですね、まあ、フィーバー入れば入るほど、まあ、タイムが伸びるのでコインっていうのは伸びるんですけれども、まあ、そこでね調整しないと、まあ、プレイの、まあ、時間が伸びていかないっていうのがありますんで、はい、まあ、そこですね。多分なぞるの遅いっすね。ちょっともうちょっと早く消した方がいい。まあこれ朝起きて朝ごはん食べた後録画したやつなんで、夜とかに冴えてる時にやったらもっといけそうっすね。正直さあ、これで、まあ、2900ぐらいか。おい、いいっすね。これでもうワンフィーバー確定と。はい、これでもう4000枚ジャックと。ここタイムオムでかかったんですけど、もうワンフィーバーいけたらね、まあ、もうちょっと、伸びたんですけどね、まあいかなかったんですね。さあ、これで、あ、4100枚じゃないわ、4300とかいってるわ。ここはあと1回使いたかった感じですね、4400。まあ、こんな感じで、まあマジで本当に4600、3900、4400みたいな感じで、まあたまに3000後半台出たりしますけども、まあ平均ですると4000枚は、まあ自分ぐらいのレベルであれば簡単に出せますので、まあ皆さんもね、使ってください。まあそんな感じで、まあ3プレイのカロレンのね、スキルレベル4の動画となりました。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いします。それではバイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日